今回はデッドバイデイライト殺人鬼でプレイするぜ。よろしく頼むぞ。あ、おっさんばっかりじゃないか。同じおっさんが3人もいるじゃないか。あ、女性になった。バランスを見て。クロータスプレンアサイラム、いた。はい、見つけたよ。はい、残念でした。めっちゃ DVD 面白い。あ、ちょっと待って、おっさんが隠れてるのも分かっちゃったよ。ちょっと今の面白かったな。すごいスピードで、すごいスピードだぞ。あの人逃げられてないね。すごいスピードで2人吊るせるぞ。これはあれを助けようとする人がいるんじゃなかろうかってことで、ここで使わせてもらうぜ。電撃。あっちに行ったね。ゲーム仮面が使ってるドクターは電撃で相手の居場所が分かるんだ。さあ逃がさないぞ。おう、外した。あ、逃がされたか。うまいこと。おっさんも。はい、チャイナガールを確実に仕留めよう。こいつはもう仕留めたも等しいな。顔出し配信は抵抗なかったですか？あ、全然、初めは緊張しましたけど、もうちょっと怖いものないんで、これで。おっしゃ、あいつは倒すぞ。全員傷つけたか。そうなんですね。はい、そこね。そこにいるのね。そこの発電機をやろうとしてるってことは分かったぞ。はい、隠れてた。イエーイ。そこね、そこね。あれ、消えた。コロナの影響で仕事は影響ありましたか？コロナの影響バッチリ受けましたね。バッチリ受けました。どうですか、受けました？逃がされてたまるかい。コロナの影響は、うちは1ヶ月くらい仕事なかったです。あー、あっちね、あっちに爆発起きたぞ。おっと、完全に見失って、いた。いたよ、いたよ、おっさん。よっしゃい。あ、これハチ閉じれんの？はーい、ハチ閉じれたんかい。はい、見つけた。そこですね。あ、どこどこ、こっち。いた、おっさん。おっさん、どう逃げますか。俺からどう逃げますか。こっちから行きますよ。これは封じるよ。さあ、おっさん、追いかけっこはまだ始まったばっかりだぜ。イエーイ。まあよしとしましょう。最後どこにいるか知りたかったけどな。おっしゃい、なんとか勝ちましたね。